あの邪神は悪の化身です。審判の妨げにならぬよう邪神の神格を取ろうとしましたが、近づくだけで精神が侵食されます。その上、神格に触れた神の使いは皆蛇のあやかしに姿を変えられてしまいました。その上、あの邪神は神の使いを元の姿に戻してほしくばスサノオ様を呼んでこいと。スサノオ様、どうかお助けください。来たな、スサノオ。処刑を控えている罪人が俺に会いたがっていると聞いた。お前もだろう、高天ヶ原の処刑者。私に会えることを楽しみにしていたのではないのか。哀れな処刑者よ。お前は人を断罪できても己を断罪できる者の所在を知らない。スサノオ、お前には迷いがある。スサノオ、そなたが神国に行く必要はありません。なぜだ、アマテラス様。処刑の日になれば、おのずと彼と対面し、その罪を裁くことになります。神の使いたちのために出向く必要はありません。会うことに問題ないと思うが、何か気がかりなことでもあるのか、アマテラス様。ああ、確かに楽しみにしていた。高天ヶ原に反旗を翻した邪神の狂いようをな。だが、貴様の悪がこんなにも純粋だったとは。素直じゃないな。アマテラスはお前の忠誠心をたたえ、神々はお前の勇ましさをたたえるだろう。しかし、それが真実でないことは、お前が一番知っているはずだ。あの時私は見た。スサノオ、本当のお前は私と同様極悪非道の罪人だ。悪人の封印が罪だと思うか。人を殺めるがゆえ、あやかしは罰を受ける。人を害するがゆえ、罪人は処刑される。あやかしを殺む、罪人を処するお前にも罪を受ける言われがあるのではないか。スサノオ、お前は一体何のために刑を執行しているのだ。俺が求めているものが正義ではなく殺戮だと。六悪人は封印するが、私のことは処刑する。これがお前の言う正義なのか。私は人々を悪の道に誘うが、自らは悪をなさぬ。故にあの時アマテラスは何も言えなかった。私こそがお前たちの恐怖だ。お前が一番分かっている。違うか。質問する権利のない負け犬が答えを得られると思うか。邪神、貴様は掟に負けたと思い、掟そのものを覆そうとした。わかるか。それが貴様の敗因だ。掟だと、それは神々の方便に過ぎない。
果たして誰が善悪を定義し掟を犯したというのだ。スサノオよ、真実に目を向けてはどうだ。神々はアマテラスを崇め奉り、悪人の処刑を求めている。その悪人がアマテラスの分身であり、アマテラスの罪そのものだとも知らずに。忘れるな、世界に愛を与えた張本人はアマテラスだ。人間は愛のために求め、性のために奪い、美のために貪る。それらは全て罪なのだろうか。悪を切り捨て人々の上に立とうとするアマテラスは純然たる正義の象徴と言えるのか。生を受けた以上、罪から逃れられる者はいない。アマテラス様もしかり。ただ罪人は彼女だけではない。お前は本当に面白い。アマテラスの罪を認めるとは、正義を掲げる処刑者スサノオよ、お前は全ての罪を裁きたいのだろう。ならばお前の太陽に剣を向けることはできるのか。これは戒めを司る剣、七悪人の神格を滅ぼせるものです。六本の神剣は世界の断りをもとに作り、スサノオの骨を刀身とし、雷で鍛え、ヤマタノオロチの血によって完成したものです。鏡のように在神に相当する力を生み出します。在神の神格に触れれば力を創生し神格を滅ぼします。スサノオ、この剣をそなたに授けましょう。この雨の幅切り斬新を命じます。そのつまらぬ正義をいつまで貫くつもりだ。万物が生き絶えるその日までか。見てみたいものだ。太陽が沈み、掟が意味をなさなくなったその時、お前はどうなるだろう。あの時を思い出せ。お前を縛れる者はいない。本能のまま暴れるがよい。私に忠誠を誓え。正義に隷属することをやめて悪を掲げる神となれ。私が作る世界において人間は正義と悪に定義されることなく、ただひたすらに欲望を追求する自由を与える。これこそ至上の喜びだと思わないか。お前はそこで自由に罪人を狩るがいい。お前を止める者は誰もいない。スサノオ、予言によればこの剣を与えられた者は重い罪を犯すことになる。御意、俺はスサノオ、この世界。スサノオ、そなた、お前の処刑場になるのだ。よく言う。だが俺の獲物は貴様だけだ。そうか、
掟に従えば罪を裁いてきたお前は罪人になる。それでも掟に従うというのか。邪神、俺が処刑に罪悪感を抱いていると思ったが大間違いだ。一つ賭けをしようか。お前の正義に基づいて世界を審判しよう。そうすればきっと高天ヶ原の秩序は崩壊する。面白い。貴様は何をかけるんだ。お前をだ、佐野王様。何だと。かけてやろう。お前自ら邪悪の信奉者になると。